皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。東洋経済オンラインの記事で GoTo イートに振り回された飲食店の悲痛ということで、 GoTo イートのせいで、ね、始まったらそのポイント目当てにすごいお客さんが増えて、それに対応するために人を雇ったにもかかわらず、突然 GoTo イートがね、もうポイント付与終了みたいになって、今度はもう予約キャンセルが相次いで、もう GoTo イートのせいで飲食店大変だというニュース記事、記事が出てたんですけど、これね、この取材した飲食店がしょぼかっただけでしょっていう残念な記事ですね。これ、もちろんその GoTo イートは確かに突然始まって、なんかどういう仕組みなのかもよくわからないままいきなりバーって始まって、でね、やっとこう各店舗が対応したと思ったら終了しちゃって、ちょっとあまりにも突然であまりにも早かったっていうところでは、確かに GoTo イートの運営自体が批判されるべきものではあると思うんですけれども、ただこの記事読む限り、そのポイント目当てだったからお客さん増えたけど、ポイント終了したらお客さん減っちゃうような店っていうのは、この先もはっきり言って生き残れません。で、私 GoTo イートをかなり利用しました、ポイントでね。で、やっぱり、ポイントがつくんですよ。夕食で食べたら1000円もつくって、これ本当に大きいので、そのポイントがつく店を探していきましたけど、じゃあポイント終わってその店に行くかって言ったら、やっぱり美味しかった店じゃない、美味しかった店だったら行きますけど、まあ別にポイント目当てで美味しくなかった、そんなに別に大したことない店だったら行かないですもん。で、実際に、私外食かなりしてますけれども、ポイントつかなくても、GoTo イート期間だろうが、ポイントつかなかろうが、美味しい店は行きますし、やっぱそういう店って、まあ、並んでたり予約取りにくかったりするんですよ。だからその、もちろん GoTo イートの運営方法が、確かに落ち度があった点はあるにせよ、GoTo イートのせいで別に飲食店がね、その売り上げが落ちちゃったとか、キャンセルが、とかっていう前に、本当にその店の魅力があるのかっていうところは本当にシビアに問われると思います。で、コロナじゃなくても、まあ日本の飲食店って非常に多いです、数が。やっぱり競争がすごい激しいところなので、コロナで本当にくっきり明暗が分かれましたけれども、美味しい店はやっぱり未だに、まあもちろん前よりも行列の長さがちょっと短くなってたりはしますけど、やっぱり並んでたりしますし、やっぱり予約取りにくかったりします。で、私自身もそうですけど、もうポイント目当てじゃなくて、ポイントつかなくても美味しい店にはやっぱり行くんですよ。だからやっぱりそこをいつまで経っても GoTo イートのせいにしてるような飲食店っていうのは、もう、その、やっぱり淘汰されて叱るべきというか、やっぱりもう残念なお店なんだなっていうことで、ポイントがなかろうが来てもらえるような店にしないことには、多分この先飲食店っていうのは相当厳しいんじゃないかなと。まあもちろんその料理という面だけではなくて、例えば立地とかね、そういう問題もあると思うんですよ。例えばオフィス街でオフィスバブルのおかげで、別に大して美味しくもないけれども、まあオフィス街のそばだったからお客さんが来てたみたいな、立地だけで、潤ってた店っていうのもあると思うんですよね。でもそれが例えば、コロナみたいになって在宅勤務が増えたら売れなくなったみたいな要因もあるとは思いますけど、やっぱり美味しいかどうか、ね、そのポイントがあろうがなかろうが何度も行きたいと思うのかっていうことが、飲食店これからシビアに問われると思うので、この東洋経済オンラインのね、この記事は本当にね、なんていうか、単に GoTo イートの運用を批判したいだけの中身のない記事、こういう記事をね、取り上げるのは本当に、記事として成り立ってないと思うんですよね。例えば GoTo イートのポイントの対象となってないスシローなんていうのは過去最高の売り上げなわけですよ。すごいですよ。まあ、くら寿司は、ほら、イートポイントを使って、くら寿司連金を使って売り上げを上げたわけですけど、スシローなんてポイント付与されなかったにもかかわらず、過去売上最高ですよ。もうそういう時代なんです。美味しいところは、受けてる。だからこそ、そのポイントなんて関係ないっていうところをね、見ていただきたいなと思います。